この問題は平等次会中に胴体を置き、その胴体を次会と斜め方向に移動させた場合、その場合、胴体に生じる起電力を求める問題です。はい、それではやってみましょう。はい、このようにですね、次回が白板の手前から奥に向かって生じている。そこにこういう長さ L メートルの胴体を置いたとき、これをですね、今度見方を変えてこちらになりますけど、これを次回に対して斜めに V の速度で上げたとき、この胴体間に生じる起電力はいくらになるでしょうかという問題です。それではもう一回これを見てみましょう。はい、これがこの胴体ですね。はい、時速は向こう向きに行ってます。これを矢印の方向にしましょう。時速がこのように動いてるとしますね。そうするとこういうふうになってこうなります。はい、これをこう持ってきて、ここにこう持ってきてみます。そうすると、はい、時速は向こうになってます。はい、胴体はこのようになってるというのが分かると思います。いいですね。そしてここからこの胴体だけをシュッとこう上げたとき、この胴体に生じる、起電力を求める問題です。はい、それではこれをやっていってみましょう。はい、起電力 E は E は、はい、E はイコール、はい、BLV、L、はい、V ですけど、ここの場合はちょっと気をつけてください。これが V の速さです。これが V の速さ。そうするとですね、ここの成分は磁界に水平な成分と、はい、垂直の成分があります。いいですね。ここ直角ですよ。こういうふうな成分があります。そしてこの成分はこれ時速と平行ですから起電力は生じません。この成分によって生じるわけです。ここを V のダッシュとしておきましょう。この速度成分ですね、この速度成分をV のダッシュとすると、ここは V のダッシュでなければいけません。そうすると、はい、これは B、L、V、はい、サインのシーターになります。サインの、60度ですね。ここの角度は60度。はい、こういうふうに なって出てきます。それではここに数値を入れてみましょう。はい、 B はいくらかというと 0.02、 はい、 L はいくらかというと 0.5m。 いいですね。胴体の長さは 0.5m。 はい、かける V は、はい、0.5 ですね。0.5、 はい、かける、ここは、はい、サイン60度は2分のルート3です。したがってこれはイコール、0.02 かける 0.5 かける 0.5 割ることの2かけるルート3割ってやると 4.33 かける、はい、10のマイナス3乗ボルトとなります。
いいですね。すなわちこれを、ミリボルトで表せば 4.33、 はい、ミリボルトとなります。10のマイナス3乗はミリですから、こういうふうに表すことができます。はい、これがこの問題の回答になります。ここでですね、少し、考えてみましょう。はい、フレミングの右手の法則、はい、こういう場合はフレミングの右手の法則を適用します。そうすると、はい、右手をちょっと書いてみますとですね、親指、いいですか。はい、そして人差し指があります。はい、中指があります。そして、はい、薬指と小指があって、こうなってる、いいですね。はい、そして親指の向きを、これを速度の向き、 V の向きとします。はい、運動の向き、そして、はい、こちらを時速の向き、 B とします。そうすると起電力の向き、 E はこちらになっておきます。いいですね。はい、これがフレミングの右手の法則です。はい、これを適用して、ここの起電力はどちら向きになってるかをやってみましょう。はい、それではですね、こちらを A、B とすると、はい、これちょっと見てください。ここで、はい、時速がこうなって、 A と B、はい、こちらが A ですよ、こちらが B、 はい、これをこう持ってくると、こういうふうに持ってくると、はい、 A が手前、はい、 B は奥になっていってます。B は奥、向こうになってます。奥と書いておきましょう。こういうふうになってる。いいですね。まあ、こういうふうにこうちょっとこうやっておきますか。こういうふうになってる。いいですね。もう一回やりますよ。こういうふうになってると、これをこう持ってきて、ここに持ってきて、こういうふうになります。はい。そうすると、この運動は、はい、上向きが V ですから、はい、これが V ダッシュですから、はい、右手の法則で、はい、運動の向き、はい、磁界の向き、を電流はこちらだなって分かります。起電力は手前になります。すなわちここの起電力 E は、いいですか、このようになる。いいですね。はい、そうするとこれは、はい、B から A の方に向かってる起電力、すなわちここで見ると E はこういうふうになる。こちらの方が、はい、プラスマイナスの電圧が現れるっていうことになります。いいですね。この子では問題はこの大きさだけを求めるのが問題です。ですけども、この起電力の向きも合わせて覚えておくと良いと思われます。